こんにちは、伊集院です。スカラマシュ楽しいですね。やっぱ飛べるのって斬新だし、原神でこんな操作ができるなんて、思ってもなかったので、すごく飽きずに今使ってるんですけども、やっぱりですね、無凸でも十分な火力ではあるんですが、やっぱ凸効果を見てしまうと爆発力が欲しくなってしまいまして、特に二凸のね、元素爆発ダメージのバフ最大 200% とか、ちょっとロマンあるなとか、あとは通常攻撃速度が上がるのも、結構早いと楽しくなってたので、これもちょっと欲しいなとか、そしてあわよくば神引きをしちゃったりして4凸までね行って、3種類の効果を獲得してしまったりとかしたいなという気持ちがちょっと芽生えてしまいまして、なんでとりあえず2凸を目標にちょっとガチャを引いて、無凸と2凸の火力差とかね、いろいろ見ていきたいなと思っています。計算してしまえばわかるんですけども、ちょっとね、実際にこの目でこう火力の上がり幅とか見たりとか、あとは1凸の通常攻撃速度の速さとかね、確認していきたいなと思ってます。とりあえず見納めをしましょう。無凸の、今でも元素爆発のテンプレベルはあっちかなまで上げてて、で攻撃力もねそこそこ高めで、会心ダメージも結構あるので火力は出るとは思うんですけれども、スカラマシの武器ってね、元素爆発バフ入ってるわけじゃないんで、1737か、そうですよね、十分な火力ではあるんですけど、この武器がねそもそも元素爆発バフとかなくって通常バフだけなので、やっぱ物足りないか。一応生物も風元素ダメージ 15% 乗せてるんですけどね、バフがあんまりないのかなという気はしますよね。そんな二凸なので、今1737を覚えておいて、二凸してどれぐらい火力が上がったかっていうのは見ていきたいですね。であと一応攻撃速度 10% アップ状態の速さも、こんなもんか。オッケーオッケー、危ない危ない危ない、倒してしまうと比較できなくなっちゃうんで一旦逃げて。 10% から 20% って結構変わるのかな。でも 10% でもちょっと速くなったなとは思うんですよね。これ持ち武器を使ってるので 10% 上がってるんですけど、持ち武器を持たないとちょっともっさりかなっていう感じはあったので、どれぐらい体感速くなるのかっていうのを確認していきたいと思います。一旦ちょっと振っとくか痛い、後で倒してあげるから待ってくれ。こんなところですかね。はい、よし、じゃあもう引いちゃおうかな。ちなみに無凸はですね、すり抜けずに引くことができました。よし、じゃあ早速引いていきたいと思いますが、さっき引いたばっかりなので、そうですね、すぐには出ないとは思うんですけど、二凸ですからね、あと2体引けばいいだけなので、できればすり抜けずに全部ストレートで来てほしいところであります。いつもね、割と運がないって言われてるんですけども、それも多分ですね、浅草寺のおみくじのせいなんですよね。大凶引いちゃったのが今年で、2022年も本当にもうあとちょっとで終わるので、そろそろ運が向いてきてもいいかなっていうふうに個人的には思ってるんですよね。でそういえばファルザンも、まだ無凸しか持っていないので、この二凸の過程で、ちょっと待って、出たが、これ20連目30連目ぐらい円比、いやでファルザンも出てほしいんだよね、まだ無凸なんだよ。いやそうなんだよ、やばいな、これなんでこれを配信できないのかっていうところあるんだけど、いやでもすり抜け、でもね、次確定だから、これ、30連でとりあえずすり抜けたのは運がいい方なのかもしれないですね。これはスカラマシュなんで飛ばしちゃいますけど、いや円比か、とりあえずあと1体引くまでにファルザンを3体ですね。でもそういう意味ではちょうどいいのか、1突するまでに3体引けたってことは同じペースでいけば貫突ですね。手回しはとりあえず1突分できたと、ちょっとまだ解放はせずに、あと1万原石で、あと1万原石って何連だ、60連ぐらいですかね。頼む、すり抜けないでくれ。はい、ファルザン、あと2体ファルザンは、スターライトもあるからいけるかな。
ただできれば釣り抜けずに70連ぐらい出てほしいけどね。ああ、なんかゴローの流れ来ちゃったな。まあでもゴローも優秀ですよね。とつってない人からしたらゴローも多分ありがたいよね。ノエル使う分にも重要だし、まあ新竹今回来てるしね。うん、さあパルザンはあと1体、そして放浪者もあと1体。いや、どっちも一緒に来てくれたら嬉しいんだけど、もう原石がない。いや、ダメか。仕方ない、ちょっとスターライトに手出しますか。まあ、20連あればいけるかな、おそらく。はい、来た。さあどっちだ、どっちなんだ。ついでにファルザンも欲しい。だなんで、もうすり抜けはやだ。ん、来た。よっしゃ、よしよしよし。ファルザンも来ないかな、この流れで。それは欲張りか。いやでもちょっとこれどうしよう。先に放浪者に通すか。まあちょっと10連回すか。これでファルザン出るかもしれないしね。まあさすがにここで金は出ないよね。ワンチャン出るかなって思ったけど、ファルザン来てくれ。いやゴロー。いや、あと何連、あと10連分あるか。これいっちゃいましょう。ファルザン頼む。ファルザン貫突したいよね、さすがに。会心ダメージ 40% アップだからね、ファルザンもね。やっぱ強いですよね、元素専門のサポーターというのは。いや、マジか。武器か。うん。ちょっとへそくり出します。これ、ファルザン出る前に、スカラマシュ3突とかしちゃったらどうしよう。さすがにないか。あ、さすがに出たね。OK です。何連したんだろう。まあちょっと後で数えるとして、とりあえず、あ、無事に1突と半突ですね。うん。そういえば1突は通常速度だけじゃなくって、あのファンネルの火力も倍になってるはずかな。25% 追加で、もともと35か。なので、35から60になるのか。まあ2倍ではないですけど、かなり上がりますね。これが上がるならなんだろう。より、経絡効果を活用してもいいのかもしれないですね。ちょっと経絡効果の火力すれば見てなかったんで、それだけ見てみますか。一旦そしてファンデル 1595×4。 これって通常攻撃扱いじゃないよね。595、うん、なんだよね。通常攻撃バフ乗らないんですよね、これね。わかりました。これがどう変わっていくかだね、まず。これで攻撃速度がどんだけ上がったかもちょっと気になりますね。あー、いや体感早いぞ。なるほどね。でもまあ早いなっていうぐらいだな。でもなんか 10% と 20% の差は体感で分かるぐらいの、なんだろう、後突きが少なく感じるのかな、これ。なんか3段目を打ってから1段目を打つまでの間隔が短くなってるような気がするんですよね、特に。うん、 OK です、わかりました。今生物がね、まだ剣闘士水力なんですけど、ここから砂上4セットにできればさらに攻撃速度が上がって 30% になるんで、まあ、もっと速くなるんでしょうね。まあ、そういう意味で言えば無凸で持ち武器持ってる人は砂上4セットを使えばこの速さにはなれるってことですよね。いや、かなり速い気はするけどな。とりあえず2突しました。でこれが空母力の上限値と現在の空母力の差が1あるごとに4アップしますと。まあ、なので50差があれば最大 200% なんですよね。で元々の上限値が100なんで、まあ、半分以下にもうなっていれば 200% アップするってことかな。うん、はい、いや強いと思うし、割と発動しやすいから多分めちゃくちゃ強力なんじゃないかと思うんですけどね。はい、ということで戻ってきました。じゃあね、ファンネルの火力と爆発の火力をちょっとそれぞれ見ていきたいと思います。ファンネルは 2735×4 だね。さっきが
1500とかだったはずなんで、まあ、やっぱり2倍まではいかなくとも 1.8 倍ぐらいは強くなってますね。ステップするだけで、だからあれが 4つだから、まあ、1万ぐらいですか、ダメージが入ってんのは、まあ、でかいな、やっぱ。うん。で、まあ、問題の元素爆発の方ですよね。うん。あ、さっきが1万700×5 ぐらいだったかな。まあ、200パワーアップだし、そもそもあんまり爆発にバフ乗ってないから、結構変わると思うんですけどね。とりあえず、ちょっと待って、やめて。避けて、ここぐらいかな。ドン。24000×5。やばいな。そっか。いや、10万超えるってことか。全部回心で。余裕で。いや、これはちょっとさすがに強いわ。まあ、あんまりね、爆発60族だし、そんなにバンバン撃つようなキャラではないんですけど、まあ、大体なんか、ワンコンボの締め、ワンコンボというか1回の、この空中の時の締めぐらいには、溜まりきってる気はするから、まあ、十分強いですよね。まあ、ただ、無凸の時はなんかもう、手動で最初からバンって打ってから飛び上がるでもよかったんだけど、二凸してるとさすがにあれですね。この 50% 切ってから使いたくなりますね。うん。一応最後に 30% アップがどんだけ速いかも見ときますか。銃撃が敵に命中するとか。そうですよね。なんで、ちょっとここ大変ですよね。銃撃を使わないといけないのか。はい、じゃあ、この砲塔弾くんをちょっと、試し切りの相手にしていきたいと思います。銃撃撃って、あー、早い。30% これか。いや、早いな、さすがに。あ、なるほどね。これは、いいですね。いや、ちょっとやっぱ厳選しようかな。この速度は、普通になんか気持ちいいですね、使ってて。そうなんだ。30% 結構変わりますね、やっぱり。20% と 30% も、だいぶ体感で、やっぱヒットストップがないから感じられるんですね。そうか。いや、ちょっとこれは生物厳選をしていきたいと思います。はい。まあ、とりあえずでもこんな感じで、一旦無凸スカラマシから二凸スカラマシの性能の違いっていうのは見てこれたと思います。やっぱり攻撃速度アップとね、ダメージバフの、元素爆発のダメージバフ、まあ、これは本当になんかでかかったなと思いましたね。まあ、あとはいえ、たくさん元素爆発を連発するキャラでもないので、まあ、ロマンだったりはするんですけども、まあ、かなり気持ち良くなりました。はい。まあ、もしスカラマシ放浪者を一凸二凸考えている人がいれば、参考にしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。